イングリッド、お前には常々謝らねばならないと思っていた。どうしたのです殿下、そのように改まって。本来ならばお前はグレンと結婚するはずだった。あいつは本当にお前を好いていた。お前も憎からず思っていたと聞く。だがあの日、俺の目の前であいつは死んだ。あいつを助けてやれなかった。お前の幸せは俺が奪ったようなものだ。すまなかった。それは殿下が謝るようなことでは。グレンが死んだことをまだ受け入れたくないと思う自分もいます。子供の頃からずっと彼に憧れてきました。グレンは清廉で高潔な騎士だった。命を懸けて騎士の務めを果たした彼を私は誇りに思っています。誇りだと？はい。守るべき人を守って死んだあの人は私にとって理想の騎士そのものですから。お前はあんな痛々しい末路を理想に掲げようというのか。痛々しい末路。いくら殿下のお言葉でも聞き捨てなりません。グレンはあなたのために命を捧げた。なのにそのような言い方は。お前はあいつの最後を見ていない。だからそんなことが言える。殿下が何をおっしゃろうと私にとって彼は永遠に理想の騎士、目指すべき人です。そんな理想は早々に捨てることだ。ですがグレンがあなたを守ることに誇りを持っていたのは確かで、ですからせめて彼の死を貶めるのだけはやめてください。すみません、今日はこれで失礼します。何をやっているんだ俺は。あら、どうしたのグリッドちゃん、ため息なんてついちゃって。
あ、先生、それにドロテア。いえ、別に大したことではありません。そう？ならいいけど。いつも眉間にシワを寄せてばかりよね、グリッドちゃんって。それはまあ、いろいろと。何かと悩みの種はつきませんので。今ですか？わざわざ話して聞かせるようなことでもないのですが、その、実を言うとですね、つい先日、父から手紙が届きまして。あら、ガラテオ博から？いいわね、娘思いの優しいお父様で。それはそうなのですが、内容が問題でですね。どれどれ？あら、縁談の話じゃない。面識はありません。名前は聞いたことがあって、商人の身から爵位を得た同盟領の新進貴族だとか。おそらく仮名に箔をつけるため、私の持つダフネルの紋章が欲しいのでしょう。ああ、やっぱり。まあ、そうでしょうね。どうかしたのですか、ドロテア。グリッドちゃん、私、この人知ってるわ。歌姫だった頃に言い寄られたもの。ろくな男じゃないから、絶対にやめといた方がいいと思う。ですが、多額の持参金を用意してくれると言っていますから、多少のことには目を。持参金の出所を聞いたら、グリッドちゃん、きっとひっくり返っちゃうわよ。え？あなただって、血にまみれたお金で、家を建て直したくはないでしょ？ま、噂の息は出ないけどね。調べた方がいいと思うわ。先生はどう思います？調べに行きません？決まりね。それじゃ、学級のみんなに相談しましょう。私は。ああ、わかりました。
調べれば調べるほど悪事の証拠が出るわ出るわ。本当にそうでしたね。とにかく今は大修道院に戻って。けへへへ、待ちなガキども。おとなしくそこの女を差し出すんだな。ちょっとばかり用があるんでね。え、私、まさかあの男が。面倒事になる前にグリッドちゃんを捕まえてしまおうって魂胆でしょうね。で、真実を知る私たちを始末すれば悪事の証拠を持つ者もいなくなる。グリッドちゃんは絶対に渡さないわ。さあ急ぎましょう。奴らの狙いはグリッドちゃんよ。彼女だけは絶対に守らなくちゃ。逃がしゃしねえよ。はい、頑張ります。焦らず戦おう。父さん、行けますよ。舞台に上がるより緊張するわね。出ます。切り込むか。迷いを放つエアーマー。いい勝負ができた。しましょう。どうする。さあ参りましょう。報酬は弾みましょう。一刻も早く彼女を捕らえなさい。あの商人が賊に指図しているのね。なら奴を倒せば増援は止まる。この策で行くぞ。加減すべきだったか。
戦いだ。油断はするな。諦めることだな。おっと、これは
負けられないからな。慎重にな。緊張するわね。切り込むか。次は誰だ。さすがです。おうさん、行けますよ。なめるなよ。弟行きやがれ。すごい活躍ですね。慎重にな。これはまずいな。はい、出ます。油断はするな。出直してくるんだ。さあ、参りましょう。はい。気をつかめ。さあ、参りましょう。
切り込むか。はい、出ます。舞台に上がるより緊張するわね。いいこと思いついちゃった。援護します。逃がしはしない。まだ上を目指さなくては。注意して動かないと。僕だって戦える。ちょっと笑えませんね。人儲けしましょう。いけますよ。運がなかったな。分かってきたみたいです。毎度悪い。どうする。油断はするなよ。勝算はあった。さあ参りましょう。ありがとう。上がるより緊張するわね。頭を使わないとね。注意して動かないと。切り込むか。協力すればうまくいきます。今しかないな。まだ上を目指さなくては。手ごわかったな。ちょっと笑えませんね。
めます。要点をつかめばこっちのもんさ。油断はするなよ。この経験は糧になる。さあ、参りましょう。これでいける。頑張ります。喜んでる暇はない。ごめんなさい、隙があったから。
害なすものは除くだけだ。物足りんの。注意してくださいよ。焦らず戦おう。見えた。これでいいだろう。切り込むか。
焦らず戦おう。完全に習得できた。油断はするなよ。加減すべきだったか。無理しない方が良さそうね。注意してくださいよ。死んじゃったら元も子もないわよね。やっ！私だって鍛えてるのよ。
どいてもらうぜ。おとといきやがれ。憧れちゃうくらい素敵でした。それにドロテア、いつもそれはモンそのあらどれどれめっしょおそらくグリロックナウンですじあなただま先生決めああの私は調べれば調べるほど悪事の証拠が出る。あと、めんどくせえ、グリップ。やつらの目。焦らず戦おう。どうさ、いけますよ。どうする？はい、頑張ります。一儲けしましょう。さあ、参りましょう。舞台に上がるより緊張するわね。出ます。切り込むか。
報酬は弾みましょう。一刻も早く彼女を捕らえなさい。あの商人が賊に指図しているのね。なら奴を倒せば増援は止まる。私だって鍛えてるのよ。しない方が良さそうね。ハッチ！はい！これでよろしくって。いい勝負ができたな。僕だって戦える。訓練の成果が出たのかも。これが成長ってやつか。
注意して動かないと。次は誰だ？ちょっと冒険が過ぎたみたいね。よっ、助かっちゃったわ。勝算はあった。頑張ります。出直してくるんだ。舞台に上がるより緊張するわね。注意してくださいよ。
っとけないな。かかった。勝負あったか。地道に鍛えるだけだ。諦めろ。少しは成長したか。Come on.
重にな。害なすものは除くだけだ。簡単に負けるつもりはないわよ。喜んでる暇はない。はい、出ます。注意してくださいよ。ま、こんなもんだろ。これでいいだろ。あれ、完全に習得できたな。いや、どうだ。えい、警戒が必要だ。舞台に上がるより緊張するわね。
台に上がるより緊張するわね。頭を使わないとね。人儲けしましょう。慎重にな。援護しますわね。始めるか。切り込むか。では私も正気をつかむ。注意して動かないと。手ごわかったな。油断はするな。加減すべきだったか。飲んでる暇はない。ちょっと笑えませんね。
私、勝ちましたわ。焦らず戦おう。上がるより緊張するわね。どうする？負けられないからな。
これでいいだろう。みんなのために頑張らないと。焦らず戦おう。どうする？舞台に上がるより緊張するわね。はい、出ます。人儲けしましょう。次の敵に備えないと。切り込むか。甘かったな。どうする？人儲けしましょう。はい、出ます。頑張ります。
焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。
成長できましたか。次は誰だ。俺はまだ強くなれる。おうさ、いけますよ。勝負ができた。あらあら、強くなったみたい。よし、迷いを払う。これでいいだろう。
切り込むか。さあ参りましょう。ありがとう。一旦下がるべきかと。そうさ、いけますよ。どうする？上がるより緊張するわね。人儲けしましょう。はい、頑張ります。こりゃ、花にはトゲがあるのよ。諦めろ。はい、出ます。受けてみなさい。もう終わりなのですか。頼りにしている。
焦らず戦おう。敵が潜んでいるなんて、全く本当にしつこい。はい、出ます。どうする？舞台に上がるより緊張するわね。参りましょう。人儲けしましょう。この経験は糧になる。これでいいだろう。焦らず戦おう。よし、この経験は糧になる。切り込むか。助かります。
私だって鍛えてるのよ。さすがだな。勝負あったか。敵が潜んでいるなんて、全く本当にすごい。頭脳戦と行こう。
油断はするなよ。焦らず戦おう。でしょ。要点をつかめばこっちのもんさすごい活躍ですね。
うする？害なすものは除くだけだ。これで殿下のお役に立てる。加減すべきだったか。お帰りなさい。もうお父様への報告は済んだの？はい、おかげさまで。先ほど大修道院に戻ったところです。今回の件を伝えたところ、すぐに破談にしてくれると。あんなものと縁故を結んでは持参金どころか逆に家が食いつぶされかねませんから。そうね、本当よかったわ。はい、それから実は父にこれを押し付けられてしまって。はい、当家に伝わる魔装ルーンと言います。紋章を持たない兄弟や父にはどのみち使うことのできない品ですので、屋敷で眠らせておくよりも娘の身を守ることに役立てた方がいいと。やっぱりガラテア博は娘思いの素敵なお父様なのね。
少々頭の固い人ではありますが、自慢の父ですから。ドロテアも先生もいろいろとありがとうございました。そうそう、別にいいのよ。放っとけなかっただけだから。私のグリッドちゃんを渡すわけないでしょ。あんな紋章が欲しいだけの男になんか。え、はあ、いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。はい、頑張ります。
ち塞がる者はみんなぶっ倒す。さあ参りましょう。そうさ、行けますよ。出るぞ。切り込むか。ひと儲けしましょう。さあ仕事だ。はい、出ます。上達したようだ。気は抜けない。これが戦いなので。害なす者は除くだけだ。冷めてきたようだ。目標、沈黙。こっちにも引けない理由があるんだね。俺の勝ちだな。
ものになったな。弱すぎるな。次の敵に備えないと。でもこれくらい上がってくれたらね。それ取って喜んでる暇はない。
けられないからな。さすがね。警戒しろ。これが戦いなので。この程度当然ですよ。あんまり褒めないでくださいよ。お、調子が良かったみたいです。いやー、ためになりました。だいぶ慣れてきたわ。やったわ、先生のおかげね。次も頑張るわね。やったわ、先生のおかげね。指導に感謝します。手応えがありました。少しは上達したと思います。あんたは教えるのがうまい。あんたは教えるのがうまい。あんたは教えるのがうまい。的確な指導ね。お金になりそうだわ。何か掴んだ気がするわ。このくらいできなくっちゃね。褒められるってのもいいものね。このくらいできなくっちゃね。先生、はい、お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、
舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客シャミア・ネーブラント。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方、楽団の方々も準備はよろしいですかな。それではお願いします。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。私はルーベンクラッセかしら。とっても官能的でドキドキしたわ。私はヒルシュクラッセだ。なんとなくだが。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝楽級はルーベンクラッセに決定。私、お稽古のたまものですわね。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。お父様もしつこいわね。こんな手紙ばかり送ってきて。あ、先生、申し訳ありません。気づきませんでした。あ、これはその、そうですね、父からの手紙です。はい、けれど私には不要ですから。それに大した内容も書いてありませんしね。読みたいですか先生。読みたいというのならどうぞ。我が娘イングリッド、元気でやっているだろうか。周囲に迷惑などかけてはいないか。私の方は順調だ。子爵霊足との縁談もそろそろまとまるだろう。だがガルグマク大修道院にはより条件の良い相手が数多く、我が家の存続はお前の結婚にかかっている。お前は我々の希望なのだ。それを決して忘れぬように。笑いの種くらいにはなったでしょうか。以前先生には少しお話ししましたね。私の家は裕福ではなかったと。私の実家ガラテア家は同盟領のダフネル家から分裂して生まれた家です。新参ながら王家よりご恩を賜り、他の名家に劣らぬ待遇を得ましたが、領地は貧しく不作続き。
いつしか血も薄まり、父にも兄弟にも紋章は現れず、だからこそ紋章を、家を継ぐ資格を持つ私は父から希望と呼ばれていました。紋章を欲する貴族は多い。大貴族との婚姻で援助が得られれば財政も楽になる。ありがとうございます先生。その言葉だけで私は救われます。けれど父も私が憎くてそんなことを言っているわけではないのでしょう。それがわかるからこそ私は。すみません先生、今日はこれで失礼します。すまない。待たせたな、先生。ありがとう。温まるな。お？いや。お？そうだろう。ごちそうさま。楽しい時間を過ごせた。よければまた呼んでほしい。いい結果が残せたようだ。身についてきたようです。狙いどころはこの辺か。あなたの働きに感謝します。礼を言う。頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに。などの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由やはり確かめてみなければと思うてな。うん、今日
今日できることは今日やれと昔から言うしの。あれは先生だよな。わざわざ一人で外へ行くなんて珍しい。外出の予定はなかったはず。気にかかりますか、殿下。ああ、なんというか胸騒ぎがする。ひとまず学級の皆を集めよう。うむうむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった、それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。恐ろしく大きな叫び。あれを見よ、お主。谷の入り口に巨大な影が。
Thank you.